はい、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。シリーズ語る第57号です。タイトルの通り、今日はあと数日に迫った参院選についてです。今回の国政選挙は自分の中でも相当に悩みがあって、現時点で僕、投票先が決まってないんですね。そういうこともあって、自分なりの考えを一度整理しようと思い、この収録に臨んでいます。本日は2019年7月13日、投票日になっている21日の8日前ですね。選挙日当日は実家に帰省する予定があって、当日に投票ができないので、僕は一足先に期日前投票をしようと思っています。僕が住む川崎市、選挙区は神奈川県ですね。この選挙区での候補者は14人、改選数は4となっています。この収録に先駆けて、候補者の全員の名前をググったところ、公式サイトが存在する候補者が8名でした。こういうことは言いたくないんですけど、もうこの時点で公式サイトが存在していない6人には落選していただきたいと思っています。今やインターネットが当たり前の時代で、選挙カーを走らせて名前を連呼するだけとか、街頭演説ですれ違う人にだけ政策を訴えるような、そんな時代錯誤も甚だしい人には投票するつもりなんてのはないんですね。どんなに正しいことを言っていようが、発信力のない人、発信しようとするつもりさえない人には、仮に当選したところで議員として何もできないでしょう。というわけで、公式サイトが存在していた8人の政策を見ていきたいと思います。まず1人目、野木良介さん。国民民主党の俳優ですね。政策は8万円のベーシックインカム実現、保育子育て環境の改善、父親の子育て参加。結論はボツです。彼には絶対投票しません。最大の理由が8万円のベーシックインカムです。現代は人間が働かなくてもロボットが何でもやってくれるっていう、そんな時代じゃないんですね。そんな現代においてベーシックインカムっていうのは、労働とか学習のモチベーションを著しく低下させると思われるので、実現には時期尚早じゃないかなと思います。僕はこの政策には絶対反対です。それから、これだけ消費税とか年金といったところが争点になっている選挙で、ベーシックインカム実現の財源について何も説明をしないということも非常に不愉快ですね。具体的な中身について説明できない、そんな上辺ばかりの政策はちょっと支持ができないと。それに、政策全体がちょっと薄っぺらいですよね。本当に議員として仕事をするつもりがあるのかどうかが疑わしいです。そういうわけでね、こういう人には俳優でも続けていただきたいと思っています。はい、どんどん行きましょう。次、2人目。現職の佐々木さやかさん。公明党の弁護士ですね。政策は、防災のためのインフラ整備、ハザードマップ普及の推進、ブラック企業、児童虐待の根絶に向けた相談窓口の整備、国家戦略特区での先端技術開発の支援、中小企業の設備投資支援、農林水産業の人手不足解消、県内各地の特産品ブランド化を支援、外国人観光客の誘客推進、幼児教育と高等教育無償化、高齢者を雇用した企業への助成金支給、待機児童対策、がんや認知症対策の強化、介護ロボットの導入促進。結論は割といいんじゃないかなと思います。言ってることは野木さんよりはるかにマシなんですけど、野木さん同様にやっぱり財源について説明してないんですよね。政策の中で絶対に支持できないと思ったのが高等教育無償化です。これをやるから消費税が上がるんですかね。僕としては頭が良い子が今後活躍するためにはいくらでもお金を払えると思うんですよ。ただ、将来のことも何も考えないで、みんなが行くからなんとなく自分も大学に行こうと考えてるような、そんな赤の他人のバカな子供を養うためのお金は僕は持ち合わせていません。はい、次です。3人目。相原凛子さん、社民党ですね。政策を見ていきましょう。消費税を 5% に戻す、最低年金保障制度の確立、最低賃金を一律1500円に引き上げ、賃上げに伴う中小企業や小規模事業者への支援、教育基本法の見直し、
農薬や添加物の規制基準見直し、水道民営化の阻止、日米地位協定の改定。結論としては割といいと思います。特に消費税と、水道民営化、それから日米地位協定については強く支持ができます。それから相原さんの場合、しっかりと財源を明記しているので、これは好印象ですね。絶対に反対というほどではないんだけれども、ちょっと慎重であるべきだと思ったのは、最低賃金を一気に1500円まで引き上げるということと、企業法人税の引き上げと裕福層への所得税引き上げ。これをやるなとは言わないんですけど、程度の問題でしょうね。これを一気にやりすぎると、せっかくアベノミクスで改善した雇用をもう一回冷え込ませたり、それから裕福層の国外転居、こういったものを促します。やりすぎにならないようなバランス感覚が必要だろうと思いますね。このようにホームページで相原さんが掲げる政策だけを見ると、割といいことが書いてあるんですけど、社民党における国防の考え方っていうのは、僕とは全く相入れないものがあります。日米地位協定を見直したいと言っても、普天間の返還には協力せずに、ただただ反対反対で騒ぐだけで、日本の自立をいつまでも邪魔する。言ってることとやってることがめちゃくちゃなんですよね。こういうところが社民党を支持できない最大の理由になっています。はい、次。4人目、壱岐愛子さんですね。幸福実現党です。政策は外交力強化による戦略的防衛、防衛力強化による戦争回避、憲法9条の改正、女性が働ける環境づくり、企業時の設立手続きを簡略化、保育分野の規制緩和、消費税撤廃、所得税法人税の税率引き下げ、相続税贈与税の廃止。結論としては耳障りが良い政策だけれども、税金を廃止しすぎじゃないかなと思います。ここまで税金を廃止して社会インフラが維持できるのかどうかは相当疑問です。消費税撤廃に言及しているというのはいいんですけど、このような人っていうのはデフレが終わってむしろインフレになった時にしっかりと税金をかけて景気の過熱を抑えるようなそういう政策を打ち出せるんですかね。憲法しかりですが、外交や国防に対する考え方には強く共感できるものがあります。ただ幸福実現党というのは公明党と同じでちょっと宗教色が強いんですよ。そういうところが支持しようかなという思う気持ちを一歩引かせてしまう、そういうのは正直ありますね。はい、次、5人目、現職牧山博恵さん、立憲民主党ですね。政策は防災のためのシステム強化、基地問題対応と日米地位協定改定、消費増税阻止と金融課税や累進率の見直し、国民皆保険制度の堅持、介護士、保育士、福祉士などの報酬改善、待機児童ゼロ、中学給食の完全実施と無償化、特別養子縁組制度改善、虐待死、いじめ死ゼロ、ブラック企業根絶、残業代ゼロ廃案で長時間労働是正、非正規の拡大に歯止め、最低賃金大幅アップ、在宅手当の創設、カジノを阻止、9条改憲阻止、原発ゼロ実現、利益誘導や国を売り渡すまやかしの規制緩和に反対。結論です。ボツですね。彼女には絶対投票しません。まずですね、政策の数が多すぎるんですよ。それに財源について全く言及がありません。旧民主党系にとても顕著なのが、あれもやるこれもやると風呂敷を大きく広げるくせに、実際に政権を取っても何一つできない。その反省がね、全く生かされてないんですよ。だいたい虐待死やいじめ死ゼロなんて言うけど、あなたが何を掲げようとも虐待する人はするし、人間が人間である以上いじめは絶対になくならないし、それによって人が死ぬかどうかもあなたがどうにかできることじゃない。一人の議員ができるなんてことを相当限定的であるにもかかわらず、できもしないことを簡単に口にするっていう、そういう人のことはね、僕は全く信じられないんですね。もちろん政策の中にはいくつか支持ができるものもあるんですけど、9条改憲の阻止、それはもちろん、カジノの阻止っていうのも全く支持できないですね。
カジノを阻止する前に川崎市からパチンコ屋と競馬場と競輪場を全部駆逐するつもりがあるって言うんだったら僕の見方は180度変わるんですけど、左翼が主張するカジノの阻止なんていうのは与党の邪魔をするだけのパフォーマンスで、建前にしているギャンブル依存症の対策のことなんて全く考えていないので、もうこういうのは支持に値しないなと僕は思います。はい、次6人目、現職島村大さん、自民党です。政策を見ていきましょう。予防や検診を国民皆保険にし、健康寿命を延伸、全世代型社会保障の構築、働く環境の整備として多様な働き方に対応する受け皿を用意、人生100年型の年金制度の確立、必要な医療や介護の確保。結論としては保険とか福祉に偏りすぎている、経済政策が薄っぺらい。一人の議員ができることなんてのは相当限られてますから、政策のターゲットを絞り込んでいくというのはいいと思うんです。ただ彼の場合はあまりに保険だの福祉だの健康だのに偏りすぎてるんじゃないかなと。にもかかわらずそれを実現するための財源とかビジョンについての言及が全くない。高齢者のことだけしか見てないのかなとちょっとうんざりしちゃいますね。そもそも僕は政治が主導して人間が長生きするように仕向けることっていうのには懐疑的です。60歳で定年退職という、そういう日本の習慣が大きく変わらないのに、人が長生きすると年金を受け取る期間だけが伸びていく。こんな状況では若い人たちから年金に対して不安が生まれてくるっていうのはそれは当然だと思うんですね。人間はやはり適切な時期に死ぬべきであって、いつまでも長生きすることが必ずしもいいことではない。その現実と向き合わずに老人にとって耳障りがいいことばかりを口にするっていうのは無責任じゃないかなと思います。それに自民党は消費税増税を積極的に進める数少ない政党です。これは明らかに国民から支持されていない。だからこそこれについては現職の議員、それから候補者一人一人が自分の言葉でしっかりと言及して説明するべきなんですけど、彼はその説明を果たさない。とてもじゃないけど支持に値しません。はい、次です。7人目、浅香由香さん、日本共産党です。政策は、長時間労働の規制、パパも子育てに参加できる社会を作る。最低賃金を時給1500円へ。労働者派遣法の改正。非正規労働者の正規化を推進。介護・保育の労働者に対し月5万円の賃上げ。国民健康保険料の引き下げ。減らない年金の実現と低所得者に年間6万円を給付。低所得者の介護保険軽減。大学専門学校の授業料を半減。70万人に月額3万円以上の給付奨学金制度を創設し、奨学金を無利子化。幼児教育・保育の無償化。待機児童ゼロ。給食費・制服代もゼロ。大企業の優遇税制の改定、裕福層を優遇する証券税制を改定、米軍への思いやり予算の廃止、九条改憲阻止、原発の再稼働を中止し全てを廃炉させる、2030年までに電力4割を再生可能エネルギーで賄う、ジェンダー平等社会を推進、性暴力や DV を許さない社会を作る、LGBT に関する差別のない社会を作る、在日外国人の人権を守り、ヘイトスピーチを根絶。結論、ボツです。絶対に彼女には投票しません。支持できる政策は確かにいくつかあるんですけど、それに対して支持できないものが多いです。まず立憲民主党の牧山氏と同じで、政策の数があまりに多すぎる。まだ政権を取ってもいない共産党の一参議院議員がこれだけの政策を全部やるなんて、そんなの無理です。できもしないことを軽々しく口にする人のことは信じられません。また特に国防に関わる部分についての考え方は僕と全く相入れないものがあります。このあたりは社民党とか立憲民主党と同じですね。ただ意外にも好印象だったのは、財源については他のどの候補者よりも丁寧な説明があったことです。政策の多くに具体的な数字を立てて説明しているところも良いところだと思いました。
このあたりについては他の候補者もぜひよく見習ってほしい部分だと思います。やはり共産党がダメだなと思ったのは、在日外国人の人権を守り、彼らに対するヘイトスピーチを根絶すると主張するところなんですね。それを口にするからには、逆の事象である日本人の人権を守り、日本人に対するヘイトスピーチにも同じだけのエネルギーを注いで、根絶に向けて展開していくべきなんですけど、共産党っていうのは絶対にそういうことをしません。こういうところが共産党を絶対に支持できない大きな理由です。はい、最後です。8人目、現職松沢茂文さん、日本維新の会の元神奈川県知事です。政策を見ていきましょう。議員報酬と議員定数の3割カット、国家公務員の職員数、人件費削減、政府の外郭団体の統廃合と民営化による天下り禁止、憲法改正、消費税凍結、再生可能エネルギーによる発電の推進、待機児童ゼロ、年金改革として年金積み立て方式の導入、タバコ利権撲滅、神奈川を英語第二公用語特区に認定しバイリンガル都市を目指す、江戸城を再建、ペットと共生する社会の構築。結論、かなりいいです。支持できない部分が少ない。残念だったのが、他の多くの候補者同様に財源をどうするかについて触れていないんですね。強いて言えば、江戸城の再建については言及があって、これはなんか民間資金で考えてるっていうことなんですけど、まあ、そりゃそうだよね。ただ他の部分にもう少し言及するべきなんじゃないかなと思います。あと天下り禁止はぜひやってもらいたいんですけど、心配なのがその方法で、デフレの時に民営化を進めるっていうのはあまり良い方法ではないのかなと、ここは慎重に検討してもらいたいところです。維新の会に対しては基本的に支持できる部分が多いんですけど、もうちょっと慎重にやろうよという部分は確かにあって、党として掲げている同州制の推進とか教育無償化なんてのはちょっと心配で、どちらかというと僕は反対なんですね。ただこうやって8人を比べていくと、僕の投票先はやや消極的支持という形で松沢さんになるのかなと思いました。どの候補者も支持できる部分とできない部分があるんですけど、今回ほどに消極的支持になった選挙っていうのは自分の中ではおそらく初めてなんじゃないですかね。最近は自民党が目に余ることをかなりやらかしてくれてるんですけど、やっぱり消費税でしょうね。最後に決まった増税延期から現在までは結構長い時間があって、状況次第では増税もありなんじゃないかなと僕は思っていたんですけど、今現在ね、経済状況をこうやって見てみると、とてもじゃないけど増税できるような状況じゃないと、そのように思います。僕は国会の終盤で消費税を争点に安倍総理が再度衆院解散に踏み切って同時選挙に持ち込むだろうと、そのように読んでいたんですけど、残念ながらそれもなかった。そんな中で明らかに不人気な政策である消費税増税の路線を継続するということで、自民党としてはそれを盛り返すだけの策が何かあるんじゃないかなと。おそらくその一つっていうのが最近話題になっている韓国への輸出措置ではないかなと。これは自民党を支持する層への強いアピールになっている面が少なからずあるんじゃないかなと思います。そういう意味で強烈なアピールになり得るのは、選挙直前に自民党議員総出で靖国神社に参拝に行くことでしょうね。これをやられたら右寄りの支持者はイチコロでしょう。間違いなく批判も多くなると思いますけど、ここをなりふり構わずやるのかどうか、それから今回の選挙で自民党の勝利がどの程度になるのか、これは僕の中の注目点です。はい、最後までご清聴いただきありがとうございました。皆さんはどのような意見をお持ちでしょうか。特に僕と違う意見をお持ちの日本人の方には何かコメントを記載いただけると嬉しいですね。チャンネル登録がまだお済みでない方は登録まで進めていただけると大変嬉しく思います。それではまたの機会に。ごきげんよう。さようなら。